で仕事、恋愛、家族まで語り尽くします。頻度上がったね。会う頻度もそうだけど、一番びっくりしたメールが今帰ってきたよ。あなたが来たの。彼女じゃん。俺は優しくちゃんとお疲れ様、今日も頑張ったねって返したけど、彼女かなと思って。どうなんですか、話全然聞いてないみたいな。聞いてるよ、ずっとポンジャ食ってました。ですが、まず最初のゲームですからね、ここでたくさん点を取って、もう嵐をキャン言わせてやれます。頑張れ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 。そんな生田さんは岡田さんとプライベートで仲がいいそうで。はい、そうです。いや、この間電話かかってきて、ご飯行こうって言われて、あるんだそのね。僕もうお弁当買っちゃってて。でも先輩だろお前の。うん、5つ上ですね。弁当買っちゃったんで、ちょっともう休みたいですって言ったら、弁当捨ててこい。最低だ。お前そんな嘘つくやつだったの。そんなことは言ってはいない。冷蔵庫で来たパン。お好きなパンをお選びください。1個でいいですか。はい、1個で、はい。リアクションなんですか。分かったよ。怒ってる。そんな厳しく言われてるの。分かったよ。なんかもう、あとね、ゴミがついてんな、ここに。本当に、ね、気になるね。ゴミがついてんな、こんなねテレビでしょ。ちょい。そういうとこ好きだよ、まさきの。すごい素直じゃん。素直で、そうなんですよね。写真でこう時計つけてるの撮って、まさきに送ったの。うん、そしたら、あれこれ僕の時計ですかって入ってきて、うん、違うよって入れたの、うん、違うよってさあ、そっか、似てると思ったけどよかった、やっぱ俺どこ行っちゃったんでしょうみたいな。そんだけ違うな。バカでしょ。いや、バカじゃない。違う、違います。席では基本的に楽しく仕事やプライベートの話をしています。しかしなぜだか分からないが、飲んで帰るときに毎回僕の時計やメガネを持ち帰ってしまうんです。本当にやめてほしいです。本当ですね。なぜでしょう。あのね、まさき可愛くて、はい、あのメガネこう持ってこう逃げたりするとやめてくださいよ。分かる分かる。それがもう聞きたくて聞きたくて。ちょっと待って、なんだよ、ちょっとおかしくないかこれ。何が、え、なんで、いや大丈夫です大丈夫です。何の話、全然わかんない。何だった。いや、俺のもの つけてるんですか。俺の指輪つけてるんですか。まさきになった。ごめんごめん、大層。Şerefsiz evladıyım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.
Ben gördün herhalde dediğin zaman pes emekten.